ついつい、ひともどきさんから出ました。ADHD グレーゾーン。R 検査で ASD グレーかもって感じなんですが、ホスピタリー系の仕事がしたくて、介護施設に就職しました。4年やってやっぱ向いてないかもなと悩んでいます。検査は、脳波のみ測ったので、重症度はわかりませんが、ASD、HD ならまあ、向いてないのは納得な仕事です。このまま続けたら人生棒に振る可能性もあるなと思いつつ、かといって33歳、過去今年34歳、僕と同じ年ですね。で、特に資格も知識もスキルもないんで、転職も気をうまくいく自信がありませんってことなんですが、はっきり言います。ですね、資格とか知識とかスキルっていうのはあんまりいりません。発想の方がはるかに大事だと思います。なので、別に ADHD だとか ASD だとかっていうのを言い訳にするのはまずやめましょう。ADHD だとか ASD だとしても成功してるからいくらでもいます。なので、まず読んでもらいたいのはですね、バージングループの社長のですね、リチャード・ブランソンさんが書いた、Like a Virgin って本がありまして、これ読んでみてください。ADHD でもですね、飛行機をですね、所有するぐらいの、航空会社を持つぐらいのコングロマリットを作った人の、ハンサーがここに書いてあります。それを見て、自分が ADHD だから、こううまくいかないなとか、こういう仕事でいいんじゃないか、でも向かないなとか、ぐじぐじ言ったのがですね、恥ずかしく思われると思うんで、まずはですね、リチャード・ブランソンの本を読んでみてください。それから考えてみるといいかもしれません。あとはリチャード・ブランソンの本を読んでから、ですね、鈴木優さんのですね、科学的な適職という本がありますんで、こちらを見てみるとですね、解決すると思います。